40代50代の若返り、これだけ見たらもう分かります。一つ目は目元の若返りですね。目元の若返りっていうのは、まあ、40代50代になってくると30代とは違うようになってきます。じゃあそれ何が違うかというと、皮膚のたるみですね。上のまぶたのたるみが結構出てくると思うので、僕もそうですけど、一重なんですけど、まあ出てると。二重の方はもっと二重の幅がちょっとたるみ出るだけで狭くなるので気になってくると思います。この眉下リフトっていう性質が、この眉毛の下の皮膚を取る性質なんですけども、実は僕もまあやりたいと思っている性質で、どんな人でも上眼瞼、上まぶたのたるみが出てくるので、これをまあ取ってあげることによって20代30代、まあ、前半ぐらいの目元に若返ることができるので、ぜひおすすめです。2つ目は、まあ、たるみ治療の糸リフトですね。で、糸リフトの何がいいかというと、まず簡単にできることなんですよね。簡単にできて、こう引き上げる、たるみを治療することができるので、まあ、簡単なってところはベストです。これが50代60代70代になってくると、糸リフトで済まなくなってくるので、フェイスリフトで切ったりとか、まあ、そういう施術が必要になるので、そういうことを予防するという意味でも、40代からこう糸リフトで定期的に上げて、垂れない肌質を作るっていう風にすればいいと思いますので、かなりおすすめの治療でございます。3つ目はクマですね。クマ取り施術、まあ脱脂術と言われるんですけども、僕もこうすると上向くとやっぱりこう出てくるんですね。これはまあ30代、まあ、中盤から後半から出てくると言われている眼下脂肪の突出です。でこれはどうやったら治るのっていうと、もう結局は手術しかないんですよね。これも僕が受けたいって思ってる性質なんで、ぜひおすすめです。これはそんなにダウンタイムがなく、比較的簡単にまあできる性質なんで、まあ、皆さん週末受けて月曜日からお仕事行く方が多いと思います。ぜひ40代50代受けてください。4つ目は顔の脂肪注入ですね。で、顔の脂肪注入って言うとちょっと怖いイメージがあると思うんですけども、これは、まあ、頬がこけたりとか、おでこがこけたりとか、こめかみへこんだりとか、まあ、アンチエイジングの延長と思っていただいたらいいと思います。30代40代からで著名に違うのが、顔が痩せてくるんですよね。で、顔って一旦痩せてしまうと、まあ、痩せる人は結構痩せてしまって、その後体が太って戻らないんですよね。じゃあどうしましょうっていう時に、まあ、基本的に太ももの脂肪を顔に移植してあげたら、まあ、お若い時10年前15年前のふっくらしてた時の顔を取り戻せるので、これはまあ美容医療というか、まあ、アンチエイジング若返り治療と思っていただいたらいいと思います。最後の5つ目はなんと顔じゃなくて手の脂肪注入ですね。これは顔はやっぱりこけてしまったりとかしてしまって気になると思うんですけども、女性特有の悩みで、実は手も皆さん気になるみたいなんですね。で、僕の手、これ40代ですけど、ここの間がやっぱり痩せてきてるんですよね。こういうのも女性の方は指輪を見たりとかそういうので多分気になると思うので、顔だけじゃなく手にも脂肪を注入して、よく赤ちゃんみたいな手、可愛い手にしてほしいっていう要望が結構多いので、手もまあ年齢を見られる、感じられるポイントなので、手の脂肪注入もおすすめです。40代50代におすすめの若返り美容施術5選をお送りしましたが、これ実は僕は41歳なんですけども、全部僕がやりたい施術をちょっと選んじゃいました。でもそれが本当のまあ40代のニーズに一致してるのかなと思います。僕もやっぱりマイスターリフトやりたいし、クマも取れたいし、トリフトもまあ僕もチャレンジしてみたいです。あと、まあ、女性の方でやっぱり、まあ、顔が極端にこけてしまう方っておられるので、そういう方はやっぱり年齢がちょっと上に見られがちなので、脂肪注入もう絶対これはアンチエイジングの延長で絶対必要だと思いますので、ぜひ40代50代の方、僕のおすすめの若返り美容施術を検討してみてはいかがでしょうか。